キヨキヨ優しいな、こんな兄貴欲しい。ほら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 、羨ましいって言ってるよ、ロズカ。まあまあまあ、まあ、優しい優しい、まあ優しい。何言わされてるか。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてノリです。さあ、やってました。ですね、前ね、大原とか、プロ選手か1回ぐらいやったことあると思うんですけど、自分の使いたいカードを絵で描いて、それが伝わらないと試合で使えないのはやる。これね、4ヶ月分ぐらい前にやって、なんかツイッターのリプで結構来て、絵描くやつやってくださいとか言って、なんか謎に好評企画あるって言ってます。謎にとか言っちゃダメだけど。ということで、この企画説明すると、ノリと僕で、クララは対決します。対決します。ただ、使いたいデッキを、このね、紙に、ペンと紙に書きます。で、その8枚のね、カードの絵を描くんですよ。何やねん、それ。絵自信ある？いや、ないね。ないの？それで言って僕も別にないから。で、今回は大人のルールで、こうジャッジの人がいないから、こう、書いたら、お互い見せ合う。で、お互い見せて、このカードはこれでしょっつって、相手の人が、僕が書いたら、ノリが当ててくれたら僕はそのカード使える。もし外れちゃったらそのカード使えないっていう感じです。で、いきたいと思います。じゃあ、デッキ、使いたいデッキ架空ロワイヤルしようか。はい、ということで、約8分ぐらい書いてたんですけども、じゃあ、僕から発表していきます。はい。はい、もう、一気にね、ボンって出しちゃいたいと思います。じゃあ、ここに出します。ボン！さあ、出ました。左上からちょっと見ていくよ。左上？左上、はい。じゃあ、ノリがもうどんどん答えてって。はい、これ。これ？そう、左上の、この、なんか、ニヤッとしてるさ、人で、はい。あ、さあ、あんま言っちゃダメ、情報言っちゃダメだね。さあ。どうすか？ニヤッとしてる。そう、これもう5秒で答えてこう、5秒で。え？うん。ゴブジャイ。正解！すごいな！マジすごいな！なんで分かったの？いや、なんか、なんか、なんか、でかくて、でかいね。でかくて、後ろに2体、さすが！いるから。やっぱね、分かってんだよ。心は通じてんだよ、だから。じゃ、その右。はい、こちら。いや、これはもう。わかる？スパーキー。正解！すごい、すごい、すごい、すごい。じゃ、その右。はい、こちら。エレクトロビザード。正解。なんで？なんでやねん。なんで？なんでわかった？いや、なんか、この髪の毛と、あとこの。あ！この。手のね、エレクトロな感じね。ピカチュウみたいなね。そうそうそう。すごいね。じゃあ次、はい、次、これ。一番右の上。これはあかん。これは。これ意味わかんないね。ん？これ謎でしょ。これは。あ、ちょっと先生、顔が、顔が。顔が。うん。これはね。なるほど。アイゴレ。ブブー！使えない！キヨキヨ戦使えません。はい。これね、実はね、ダークプリンス。あー。なんかちょっと縦っぽいじゃん。確かに、確かに、確かに。じゃあその、左下もいっちゃって、左下です。はい。なんでしょうか、これ。これなんだっけな。俺も忘れちゃった。え、これ？うん。これね、むずい。これマジでむずいっす、これ。お答えください。メガゴ。正解、なんで？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 いや、なんか。え、なんで？なんでわかったの？いや、なんか。これアイスピンにしか見えないやん。まあ、確かに。いや、でも、羽の感じと。うお、やっぱすごいね、マジで。これ絶対わかる人いないと思った、俺。じゃあ次、はい、これ。これはゴボリ。うおー、さすがさすが。じゃあ次、その丸いやつ、次。巨大雪だ。正解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 。最後、これ。ザップ。うおー、やばいね。なんか感覚が豊かだね。やっぱね、感覚似てるのよ。もし、ザップ書くっつったら多分ノリもこれ書くんだと思うし、メガゴ書くんだったら多分ノリもこういうの書くんだよ。で、感覚似てるから、これやっぱさすが兄弟だね。うん。じゃあ次。じゃあ次、ノリが書いてくれたやつを僕がね、はい。はい、ジャッジします。じゃあ左上から。じゃあ、すごい濃いね、なんかね。あ、そうなんだ。これね、当てていい？左上から。左上。ゴーレム！正解。その右なんだ、これ。
あ、これあれだな。あ、これあれだ。これあれテンプレっぽいけど、ダークネクロ。正解。これね、コウモリでしょ、コウモリ。そうそうそう、コウモリでしょ、コウモリ、コウモリ。これあれだね、ぶっちゃけ言うとさ、お互いちょっとテンプレ感あるというか、あそのスパーキー、ゴブジャイスパーキーじゃん、うん、で、ゴーレムって感じでしょ。だからテンプレもヒントになるかもしれない。その右、え、なんやこれ。めっちゃニコニコしとるやん、これ。いや、表情は気にしない。表情気にしない。なんで表情じゃかいとし。これね、ベビドラかな。お、正解。お、正解、よかった。これワンチャンインドラかと思ったけど、あインドラもさ、トラ飛んでるしさ。確かに。うん。その右。これはわかんない。なんやこれ。ね、これ、僕答え言わなくていいんだけど、うん、メガゴかアイスピなんだよね。でもアイスピってもうちょいなんか顔ニコニコしてる気するから、メガゴ正解。やっぱ来てるね、やっぱり。でそのうち左下行っちゃうよ、左下。そう、なんか丸くてシューってなって、これね、どっちだろう、言わなくていいんだけど、ファイヤーボールか雪玉なんですよこれ絶対。ファイボ正解。おすごい。よかったよ。雪玉にしてはちょっとこう火が出てるからさ、うん、その右、何これ、多分呪文系なんだよ。ザップかフリーズだけど、多分なんかザップっぽいなんだよね。ザップ正解。なんかね、ちょっと稲妻入ってるんだよね。ちょっと稲妻で、その右、うわこれわかんない。何何これ、なんか持ってんでしょ、な、走ってんだよね、なんかね。メガゴじゃないし、え、何これ、分かった、ランバージャック。ミニペか、ミニペ。そういえばさっき言ってたわ。さっきね、雑談の中で、あのなんかランバーじゃなくてミニペにしてんだよねって話してた。うわ、これちょっと普通にミスっちゃった、これ。すいません。最後。何やこれ。これはスケルトン舞台。正解。あ、これはいいのか。ということで、じゃあお互いね、1枚ずつ使えません。はい。お互い1枚ずつ使えないんで、僕はダークプリンスを手札に来ても使っちゃダメ。うわ。ノリはミニペッカが手札に来ても使っちゃダメ。なるほど。はい。使ってしまったら、良くない。良くない。ダメよっていう。じゃあちょっと、実際もうバトル、開始しましょう。はい。はい、うわー、見てこれ全然違う、メガゴ、僕のメガゴ。メガゴね、こんな感じなんだね。何のメガゴ。あ、でも似てるよ結構、メガゴ。じゃあ行こうか。よし。じゃあ僕はダークプリンス使っちゃいけませんので。はーい。あ、待って、俺これさ、あれだ、見て、俺ザップとか言ってたけど、ライトニングにしてた。感覚ではザップ入れてたんですよ。うん、だからちょっとこう許して、ここごめん、こう許して。うん、感覚では僕ザップのはずで書いた。うん、行きますか。はい、行きましょう。てか普通にライトニングだったわ。なんか、あ、なんかちょっとここ気持ち悪いから、もうライトニングもなしにしよう。あ、ライトニング気持ち悪いから、うん。なんか僕だって想像してた、もともと想像してたのがザップを想像して書いたんだけど、うん、そもそも想像できてなかった、デッキを使う、デッキを。だから僕ライトニングとダックプリンなし、この6枚だけ。僕はノリは7枚。いや、これいい勝負できるんじゃない、うん、お願いします。ポン、これ面白くない、面白いな。絶対勝ちて。さあ、何いつでも。ノリはミニペ出しちゃダメだからね。ミニペ。僕はライトニングと、ダックプリを出しちゃダメ。あ、ここはだから使えません。はい。ライトニングは使えません、僕は。うわ、これやだな、これ。僕2枚で戦わなきゃいけないことになる。生きて、生きて、生きて。ピンポン来てしまった。アマゾン川が来てしまいましたね。よろしく。ダックプリ使えないから。いや、これちょっとヤンチーだな。ヤンチー、これヤンチーっすね。これヤンチーだよね。ここの2枚が使えないっていう、なんか謎の、ちょっと難しい。いやー、マジか。これヤンチー、ヤンチー。ここの2枚しか僕使えないから、よろしく。ここの2枚。やばい、やばい。めっちゃくる、めっちゃくる。あー、あ、面白い、ダックプリ。あー、意味ね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 、ちょっと意味ね、ちょっと意味ね。いや、まあまあ、ギリセーフ。いて、いや、マジか。いや、ちょっと辛いな、これかなり辛み。待って、ワンチャン打て、ワンチャン打つでしょ。いやー、
ケルトン部隊。ノリはミニペツ買っちゃダメだからね。ミニペツ買ってない。うわぁ、結構辛いな、これ。ミニペ本当に使っちゃったらやばい。そうだね。これもう反則負けになっちゃうよ。反則負け。よし、さあ、どうくる、どうくる。どうくる、ノリ、あ、顔映ってないの。あ、もうこれもういっちゃいます、これ。さあ、どうでしょうか、さあ、どうでしょうか。さては捨て、俺は捨てだね。さては捨て。なるほどね。オッケー、了解っす。これワンチャン僕たち出せないんで。スパーキーよろしく。あれあれあれ、キング、あれキングタワー、キングタワー、キングタワー。大丈夫。痛い。あ、待って。あー、じゃあ僕ダクブリで出すわ。ダクブリ。なんという臨機応変の良さ。なんというこの対応の良さ。めっちゃめっちゃ良くない？まあお互いちょっとさ、あのまあお互いフリーでしょ今。まあ癖で。いや、わかるよ、それ全然わかる。ショックしてやんの。ミニペ出してやんの、マジ。いやー痛い。生きていいたんだよな。ここどうだ。あー、そっか、そうだ、スケルトン部隊なんだ。待って、これやるな。よし、よし、よし。あー、ちょっとつらい。生きて生きていたんだよな。ここ。だー、くっそ、くっそ、マジで悔しい。いや、ワンチャル、ワンチャル、ワンチャル。通ってないね。最後さ、え、マジファイブ圏内、ほぼほぼ圏内だったよね。うん。して、ザップ打たれてたら終わってたでしょ。ファイブザップだったでしょ、多分。ちょっとあんま覚えてないけど。カナダシスパーキー。カナダシスパーキーは正義。なんか面白いね、こういう企画。面白いね。なんかさ、結構対等に戦えたっていう感じしたじゃん。うん、はい、ということで今日はですね、こちらやっていったんですけども、ぜひとも、弟ロワイヤルの方、周りに再生リストございます。そして、今ですね、プレゼント企画中でございますんで、まだ応募されてない方、ぜひとも応募お待ちしております。またこういう動画、やりたいと思います。チャンネル登録、こちらもポチッ！ということで、ご視聴！あ、しょ！